神々のワードプロセッサは、スティーブン・キングの短編小説である。1983年に、プレイボーイ誌に掲載された、ワードプロセッサーが初出であり、後に、短編集、E.N. スケルトン・クルーに収録された。日本語訳は本作を表題とした、短編集、神々のワードプロセッサーに収録されている。リチャードは、ハイスクールの教職にあり、ろくでなしの兄を持ち、心の通わない妻子と暮らしている。リチャードはかつて小説家を志しており、現在もその夢を捨てられないでいる。機械いじりの得意な甥のジョナサンを可愛がっていたが、彼は交通事故により帰らぬ人となる。自身の何度目かの誕生日、彼のもとにジョナサンからのプレゼント、手製のワードプロセッサが届く。リチャードはそのワードプロセッサに、現実世界を改変する力があることを発見する。ワードプロセッサである単語を削除すると、現実世界の実物も削除され、単語を挿入すると、現実世界にも実物が挿入されるのだ。いくつか試してみると、ワードプロセッサは明らかに不具合を起こし始めた。火花を散らすワードプロセッサをリチャードは操作しながら、妻と結婚し子供ができた事実を入力し、削除。以前は自分の恋人であり兄が奪った兄嫁と結婚し甥のジョナサンが生まれたと挿入した。スケルトン・クルーは分冊形式で3回に分けて日本語を訳されている。短編集、神々のワードプロセッサはその第2分冊にあたりタイトル作品を含む6編が収録されている。ありがとうございます。